間に合ったね、先生。相変わらず、間抜けな顔。まあね、ある人が言ってたんだ。休息を取ることは、働くのと同じぐらい、いや、それ以上に大事だって。優秀な参謀は他人の金言もちゃんと覚えているんだよ。見て、先生におすすめしたい本、こんなにたくさんあるの。あ、その前に部屋の掃除と緑茶を一杯お願いできるかな。自分で言い出したことでしょ？断ったりしないよね。そうだ。あんたってそういう人だった。知ってたけど。まあ、いっか。桐生桔梗は、せっかくの機会を棒に振る真似はしない。全身全霊で甘えるから、覚悟しててね。